ソレスノーマンにやらせてください」がゴールデンタイのレギュラー番組にメンバーから喜びのコメントが到着 TBSK で放送中の「ソレスノーマンにやらせてください」日曜午後1時一部地域を除くが4月からゴールデンタイのレギュラー番組に進出することが決定した「ソレスノーマンにやらせてください」は2020年3月にスノーマン、岩本光、深澤達也ラウール 渡辺翔太、向井康二、阿部亮平、目黒蓮、宮舘亮太、佐久間大介、の初の看板組として特番で誕生し、同年4月からはパラビでレギュラー配信が開始された。その後、21年元日に放送された初の全国ネットでの特番を経て、その4月から地上波でのレギュラー放送に。そして、番組スタートから4年目を迎えるこの4月。 ついにスノーマン年間のゴールデンタイのレギュラー番組として新たなスタートを切る。スノーマンのメンバーがゲストと共にクイズに挑戦したり、現役の学生とダンスやスポーツでガチ対決をするソレスのスクールウォーズ企画など、様々なことに全力でチャレンジしてきた番組では、約32年ぶりに生まれ変わった TBS 日曜午後1時枠で新たなお昼の顔として、これまでお茶の間を盛り上げてきた。